伊豆チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、鈴木明恵です。鈴木明恵の落花地研究所なんですが、今回はちょっと番外編です。私活動していて、いろんなママさんからいろんなお悩みをいただくことがありますので、今回は鈴木明恵のお悩み研究所というところで一緒に悩みについて考えて、ちょっとでもなんか光が見えたらいいななんて思っております。行ってみましょう。子供を保育園に預けていますが、朝の送りはパパが担当、夕方のお迎えを私が担当しています。いいですね、分担制で。仕事が忙しく、お迎えに行く時間がいつもギリギリになってしまい、私も含め他のママさんたちもバタバタして帰っていくので、挨拶程度しか交わしません。他のママさんたちが仲良く話しているのを目撃すると、皆さんどうやって仲良くなっているの、まさかママ友がいないのは私だけ、と心配になったりします。保育園でママ友って作った方がいいですか、もし作った方がいい場合ママ友の作り方が知りたいです、というママ友問題ですよね。これはもう我々と切っても切れない関係ですよね。私も別の番組でその調査したの結果を聞いたんですけど、2020年でママ友がいますかっていうアンケート、これ0歳児さんだったんですけど、 60% 以上が0人って回答してたんですよね。で本当に 20% とか本当もう 10% ぐらいが1人2人3人4人っていうふうに回答があったんですけど、だから半数以上の人は私はママ友がいないわって思ってる中、子育てをしてるっていう統計が取れてるんですよね。しかもコロナ禍になってママ友めっちゃ作りづらくない？本当にママ友になるタイミングを奪われてますよね、今のこのママたちは。だいたい4時から6時の間にお迎えに行くんですけど、6時とかだったらもう本当みんなバタバタ、お疲れしたみたいな感じで帰っていくから、挨拶ぐらいしか交わさないですね。きっとコロナ前だったらもうちょっと運動会とあったりとか、保護者会があったり、クラスの行事があったりして、同じ係のママパパと仲良くなっていったんだろうなと思うんですけど、それがないですもんね。でも私は全く焦っていなくて、ママ友は小学校を卒業するぐらいの時に1人2人できてればいいなっていう、そのママ友のそもそもの目標が低すぎるんですよね。そうだな、ママ友は欲しいんだけど、ママ友を作ることにあんまり精力を注ぎたくないというか、きっと気が合う人は自然とできていくであろう、それはきっと小学校6年生卒業するぐらいかもしれないけど、それでもいいやっていう感覚で今日々ママ活動をしている感じなんですよね。で、だいたい6時にお迎えに行って、お疲れ様ですとか、あどうもとか言って言うけど、だいたい6時組がだんだん決まってくるんですよ。そうすると6時組で、今ちょっと今日もギリギリですねみたいな、こんにちはの一歩先をなんかちょっとこう話すようにとかしてみたりすると、ちょっとずつちょっとずつ仲良くなれてる気はする、勝手にね勝手に仲良くなれてる気がするから、もうそれで十分だろうって思ってます。番組でね、教えてもらったんですけど、ママ友を作るぞって思うから私たちは苦しくなっちゃうと。ママ友を作るぞっていう風にするんじゃなくて、何かの目的があって、例えば習い事とかね、地域の緑の活動とか、そういうところに参加するっていう大前提があると、ママ友って結構輪が広がりやすくなるよって教えてもらったことがあって、そりゃそうだよなと、ママ友を作ろうって思うのをその日からやめました。でもママ友がいるときっと、例えば離乳食食べないとか、そういう子育てで向き合う日々の悩みも聞いてもらえたりして、あ、うちこうしてるよとか情報交換もできて、気持ちも楽になるんだろうなって思うんですけど、私は結構ね、そのあたりを今のハッシュタグで探しちゃうケースもあります。なかなかね、生きてるとママ友っていうか、もともと友達がママになったっていうケースは周りにいるんですけど、そうすると子供の月齢ってバラバラじゃないですか。だから今の自分のママとしての悩みが友達には当てはまらなかったりして、忘れちゃったわみたいなこと言われるんですよね。だからインスタとかでハッシュタグ離乳食食べないとか、離乳食工夫とか検索して、そのあたりは SNS ママ友に
割り切って求めちゃうことも多いですね、うん、そうするとドンピシャで同じ悩みの方がいるから、あ、こうしてるんだとか、しかもそれがね同時に何百人と見えるわけですよ。あ、この家のこれは真似できそうだなとか、そういう風に悩み事は解決しちゃってるかな。ちょっと寂しいけど便利な時代ではありますよね、うん、やっぱり昔は友達になりたいなでなるじゃないですか。でもママ友ってこの子供のために仲良くしないとっていうのが一個乗っかってますよね。だからより構えちゃったりすると思うんですけれども、まあ、現実生活はもうちょっとママ友の目標地点を緩くしてもいいんじゃないかなって、もうすごく楽になるんじゃないかなって思います。私も小学校6年生で1人2人いればいいかなぐらいの目標なんで、それくらいでなんか肩の力抜いていけたらいいかなって。でもその分 SNS で一緒に悩んでる同志たちを探して、私もこの SNS とかそれこそこの Wiz チャンネルでなんか交流できたら勝手に同志だと思ってますからね、ママたちのこと。もう SNS 通してだけれどもママ友みたいに思ってるから、うん、なんかもし聞いたいこととか聞いてほしいこととかあったら聞くから話、いつでも待ってるよ。